今シガー愛が試される。クイズシガ道。問題です。 SF 映画に出てきそうなこの物体は一体何に使われていた機械でしょうか。まずヒントを集めてみましょう。これはいつ頃使われてた機械なんですか。昭和49年から平成2年まで使われていたものです。昭和。これはどこにありますか。こちらは大津市科学館にあります。科学。ビームとか出たりするんですか。ビームは出ませんが、光が出ます。光が出る。ズバリこの機械は何ですか。こちらは、昔のプラネタリウムで使われていた投影機です。ということで問題の答え、この機械は昭和49年から使われていたプラネタリウムの投影機でした。この投影機は光学式プラネタリウム、通称ダンベル型と呼ばれるもので、6500個の恒星を映し出し、延べ40万人を超える人々を楽しませてきました。大津市科学館のプラネタリウムは時代とともに進化し、現在はさらに画期的なシステムを導入されているそうです。最新のプラネタリウムを間近で見せてもらえることに。初代のプラネタリウムとは全く形が違いますね。こちらの、プラネタリウムの投影機ですが、最新式のメディアグローブ2という投影機です。この光が出ているところが、後ろの方にも360度、映像を映すことができます。でまた今までの投影機とは違って、いろんな惑星に、宇宙旅行を体験するような形になっていたり、また最新の宇宙の話題も、体験することができるようになっている優れものです。このデジタル式プラネタリウムはコンピューターで星空画像を投影します。なんと12等星までの約11万8千個の恒星データを持っているそう。星を眺めるだけでなく、逆に宇宙から地球を眺めて宇宙旅行をシミュレーションすることもできます。大津市科学館のプラネタリウム、この規模では全国トップクラスの来館者数を誇る人気ぶりというのもうなずけますね。クイズ滋賀道、滋賀にまつわる伝説や謎の情報の提供大歓迎。詳しくはこちら。